ではホテルに1回チェックインして、はい、お外遊び、夜遊びの準備ですね。ちょっといいもの詰めに、心を満たしに行けますか。もうだいぶ満たされましたけどね。いや、すごい満たされたよ。だってこんな、まず小学校はしごするってことないじゃないですか。ほら、懐かしいですね。いや、懐かしいよ。二度目ですよ。あ、土足厳禁。中途の上で靴を脱いだり入ったりしないか。あ、素敵ですね。広いし、綺麗だし。うん。しかも一泊4000なんだよ。あ、すごい。扇風機みたいな。サンディーですよね。ほら、はい。あれもかな。あれもですね。あ、山ちゃんそこで止まってたの。そうです、僕はい、ここで止まって。わあ、釧路って感じですね。黄色いライトがいいんだよね。めっちゃいいな。あ、そう、車結構通ってますね。わ、綺麗。見て、この画面。駅側は？駅側、こっち駅側さ。釧路見えるね。お、花時計。花時計。あそこ歩きましたね。マルヒラ。マルヒララーメン食べに。今から讃岐うどん行きます。はい。なんつうのこれ。くて。真ん中通ります。どうします。そこ行ってみたい。ね、真ん中通ってみますか。そうなんですよ。あの通りも良かったですよね、この。ここ抜けたらもう、さぬきじゃなかったでしたっけ。あ、いや、違うかな。一本奥かな、どこだっけな。うわ、なまら雰囲気ね、やっぱ。うわ、なまら雰囲気じゃない。あ、ここ抜けたらあるかもしれないですね。やっぱ、釧路のこの街がいいんですよね、この。なんだろう、昭和感が残ってて。温かみがある。そうなんすよ。なんか魚盗む猫とかいそうじゃないですか。お魚加えた。そう、ドラ猫。ほら、サニキュードンっすよ。え、ここナダマミルっすよね、うん、うわぁ、書いてある書いてある。そうなんです。わぁ、寂しくなるね。今日で最初で最後の。あ、全部美味しそうだな。そしてどうしよう。讃岐うどんっていう店なんですかね。出てきた。あ、めっちゃうまそう。マジで何食べようかな。天ぷらうどんもいいな。いや、美味しそうだね。天ぷらうどんとか止まらないね。うわ、いいね。あったかいやつがいいですよね。うん。いや、どうしますかね。天ぷら釜揚げってあるね。じゃあ僕天ぷらにしよう。うん。加藤さんは。ちょっとどうしよう。ほんとね、あんまりうどん食べなさすぎて全然イメージが分からない。ちょっと待ってくださいね。瓶ビール一つと、あと何だっけ、天ぷらと。店の雰囲気すごいっすよ。天ぷらともう一つ。まだ決めかねてます。決めかねてます。加藤さん。なんでしょう。あ、あと思い出す。わあ、ビール何年ぶりなんだろう。4年ぶりだな。あ、どんどん。あ、次慣れてないからな。泡多くなったらごめん、ね。斜めしてるんで。ありがとう。いきましょう。すごいね。ありがとうございます。お疲れ様でした。今日もね、長旅、お疲れ様でございました。マジックも無事終わって。そうですね、無事終わって。楽しかったです。楽しかった。
ますかね。明日も頑張りましょう。そうですね。明後日も。明後日もよろしくお願いします。美味しそう。はい。うまそう。正月の匂いしてません。大晦日の。ああ。いただきましょうか。ね、うわ。透き通ってますよ。黒いけど透き通ってますよ。うん。締めにちょうどいい優しさだよ、うん、なんか罪悪感出るな、うん、うどんがね、あったまるわ。メニューによって具材違うんですね。卵ないですし、違うもん、こっち卵入ってるもんね。そっちならこれですよね。これがまたいい、めっちゃうまそう。いや最高だよ、美味しいよ。なんか染み込むよね、うん、なんていうか、スイートに入れたい。いや本当になんか山で冬遭難して、うん、急に、うん、救世主が現れてこれ出されたらもう飲み干すね。抱きしめてあげますよ、ね、そっちか。本当に嬉しくて、ごちそうさまでした。スープが美味しすぎて全部飲みました。なんかいろいろ行って締めにもう一回行きたいですね。来ますかね。ザル食いたい。今度最後に3時までやってるらしい。次は何食べますか。ザンギか粒か、はい、焼き鳥ですか。あー三択ですか。いや全然無限にあります、ね、無限ですか。うわどうしますか。三択からまずは選んでいきます。それかもうた歩いて街を歩いて見つけるとか、うん、あそれもいいですね。Say goodbye to green angelIs going back home for the next magic show.